皆さんこんにちは、声優兼ゲームクリエイターの畑中真奈です。この番組はクリエイターの皆様が作っているアメージングなインディーゲームをゲームクリエイターズラボの編集部員が紹介する番組です。今回の編集部員は龍介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりですね。お久しぶりですそう、皆さんね、ちょこちょこ動画見ていただいてるかもしれないですけど、収録はね結構一点に ね、はい、こう撮ったりもしてるんで、うん、ようやく放映されたんだみたいな、ね、そうあります、あります、うん、というわけでね、はい、お久しぶりの龍介さんと今回はお届けしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、ゲームクリエイターズラボが協賛したニコニコ自作ゲームフェス2023で講談社ゲームクリエイターズラボ賞を受賞した作品をご紹介いたします。それでは早速いってまいりましょう。こちらの作品です。行方不明の兄を探す少女ルカ、記憶喪失の青年シロ、二人が出会ったのはおもちゃが動く不思議な世界。おもちゃの世界に迷い込んだ人間はいずれおもちゃに変わり果てる。タイムリミットが迫る中、二人は兄の行方と人間の世界に帰る方法を探し始める。可愛くて切なくてちょっぴり怖い夢川ホラーな異世界脱出アドベンチャーゲームです。トイボックスの夢の中で、さあこちら自作ゲームサークル鈴見原さんの作品です。私初見プレイでお願いしたいので遊ばないでくださいって言われて今日来たんですけど、はい、この時点で結構あのね PV 見てると引き込まれちゃいそうな世界観あるじゃないですか。ルックが最高にいいですよね。そう、うん、めちゃくちゃ。これちなみに龍介さんはもう遊ばれてるんですか、どうなんですか。僕は途中までやってます。あー、なんとなんとなんと、はい、じゃあ私よりちょっと詳しい。ちょっとだけ詳しいいいな。結構こういう脱出系ってすごい好きで、はいはいはい、一時期もうめちゃくちゃブームになったインとかもあるじゃないですか、はいはいはい、いますね。脱出系とホラーとかそういう要素ってすごい相性がいいというんですか、はい、これはちょっと夢川ホラーっていうことでいいですよね。ねえ、独特の世界観がちょっとたまらない感じの作品で、いいですね。ね、ピンクと薄紫のこの ねみんな大好きな。そう、ちょろっと聞いたんですけど、はいはい、この、 あのキャラクターのドットとかもあの作者さんが自身でですよね、ね、うん、打たれてるって聞いてすごいなと思いながらねこうやって見てるんですけれども、はい、サークル名鈴原って書いてあるんです。これ鈴見原と読みするんですよね、うんうん、鈴見さんと原さんの2名でやられてるということなので、うんうん、すごいお二人で作られたということで、うん、いいですね。いや、楽しみです。はい、じゃあやりますか。いいですか、やりましょう。早速遊んじゃいますか遊んじゃいましょうはい、というわけでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでトイボックスの夢の中でタイトル画面まで来ました、はい、イエーイ。いや、いいですね、いいですね。この見てくださいこのアンニュイな、こういうのね結構癖に刺さるタイプなんですよね。あ、そうですね。そう、ミステリアスな男パートナーキャラとね、セーラーの女の子、こういう世界観超好きです楽しみというわけで早速始めていきたいと思います。はい、ポチッとな、始めから。キーボードマウスで今回は遊んでいきたいと思います、はいはい、お兄ちゃん、それ何？わー、かわいい。すごいな、私こんなの作れないもん。名前、私がつけていいの？あれ、お兄ちゃん、どこ行くの？お兄ちゃん、待って、置いていかないで。というわけで、はい、あ、ごめんなさい、俺ガチでボイスが私が、はい、ちょっと迷いながら、そうでした、びっくりした、あれと思って、あ、これさっきの、さっきの、ね、主人公の女の子、渋い畑中真奈の渋い畑中真奈でしたルカちゃんって言うんだ。あ、かわいい。変な夢、お兄ちゃんが出てきたような。あ、なるほどなるほどなるほど、はいはい、まあいいやということでね。あ、もう一回寝ちゃうの、寝ちゃうの、起きない、二度寝だね。ルカ、そろそろ朝ごはん食べないと遅刻する。あ、これお父さんかな、お父さん着替えてまた寝ちゃってた、今起きた、寝ど、二度寝あるあるルカちょっといい、誰だ、お父さんか、お兄ちゃん、お兄ちゃんだね、お兄ちゃんお顔そっくりあ、本当に似てんな、うん、ねえ、兄弟だね。鈴を探してるみたいですね。銀色で小さいやつ、はい、昨日なくしちゃったそうです、はい、知らない、おかしいな、授業で使うのに、どこやっちゃう、授業で
鈴を使う鈴。じゃあちょっと行ってみますか。あ、これ鏡だ。ポチッとな。中学生なんだまだ、ルカちゃん。もう一回寝たりも。さすがにサンドレはまずい。それはまずい。こういうとこすごいいいんですよ。ね。まず。丁寧な。そう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 、あの結構どこをクリックしてもレスポンス返ってくるの嬉しいですよね。大事だと思います。でこれがセーブポイント。上に乗って決定を押すと Twitter という SNS に記録を書き込むことができるそうです。なるほど。ーセーブしておきましょう。よいしょ、セーブしておきましょう。あ、 Twitter ってなってるね。 Twitter ここにじゃあ書き込んでいきましょう、はい、また制服着た後寒くなって二度寝しちゃった。すごい細かい。アカウントもねこうやってね。そうですね。いやいいですねこれ。なんか思わずいろんなところでセーブしたくなっちゃう、うん、どんな文言が出てくるのか気になっちゃいます ね。 そうですね。ここはお兄ちゃんの部屋とか。あ、なんかこうシックな感じというか。お兄ちゃんの本棚。お兄ちゃんのパソコン。何見てるんだろう。机にはヌイートと針が広げてある、はいはい、とりあえず朝ごはんをね食べに行かないとね。あ、お父さんとお母さんとね、いわゆる4人家族。4人家族。じゃあここに座って今急にダッシュしたな。あ、なるほどね。調べたいところクリックしても、うん、勝手にこう、はいはい、そこに行ってくれるんですね。はいはいはい。今日の放課後は学校に残るからいつもより遅くなると思う。朝を気をつけてね、ルカ。昨日の夜自分で洗濯物しまうって言ったのにあらあらあら出しっぱなしちゃったんですね。悪い子ね、ついうっかり。学校行く前にしまいなさいね。じゃあ洗濯物持っていくか。はい。これを？これを。あ、持った。持った。部屋に持って。部屋に持っていかなきゃ。部屋に。よしよしよし。こうやって物を運べるということですねきっとね。よし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 。よしよしよし。足で開けたんかな。いや、あれ？この靴下片っ端かない。あ、お兄ちゃんの持ってきちゃった。両方混ざってたら履いちゃうって。結構こっちの妹はやっぱりあれなんですね、ルカちゃんは、うんうん、こう雑把な性格というかね。片っぽだけの靴下、カバン忘れて。あ、ダメ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 。学校行くのにカバン持っていかなかったらね、もう何しに行くのか分かんないですからね、はい。行ってきます。おお、丁寧。おお、すごい。ちゃんとマッチがありますねここにね。おお、なるほどね。なるほど、寄り道しましょう。はい、OK です。ほほー、公園、自販機。あ、飲み物買えるんだ。ほほー。じゃあ朝からちょっと血糖値上げていこうかな。フルーツオレ飲んじゃおう。朝からしっかり。ああ、ちゃんとね、偉い、はい、すごいいい街並みというか、うんうん、いい街に住んでるんだな。ここでセーブするとどうなるんだ。ここに、あ、今日パンとベーコン食べたらしいですね。やっぱなんかこうこまめにセーブしたくなっちゃうな。これこういうのね、ビョインビョインとかね、乗ってね、ね、うん、遊んだりとか。あ、誰、怪しい。あんなところで何してるんだろう。そりゃそうなるよ。池に飛び込もうとしてるわけじゃなさそうだけど。裸足？片っぽの靴下出しましょうか。あ、そっか。掘ってていいのかな。掘っとくか。バイバイ。じゃあそろそろ学校行きますか。家帰れるんですね。ねえ、ずる休みできちゃうのかな、うん、あ、お友達。神隠しの噂知ってる？何それ。お姉から聞いたんだけど、お姉の学校ちょっと前から神隠しがあるって噂が広まってるんだって。放課後のチャイムが変な音、放課後のチャイムが変な音の時、神隠しの合図。どんなの。あ、怖っ。聞いた人は神隠しでいなくなっちゃうから、それは怖いわ。お兄ちゃんは高校生みたいですね。ねえ。で、お兄ちゃんとお姉ちゃんが同級生と。一旦セーブしてみます。あ、いいですね、いいですね。
どんな気持ち？今どんな気持ち？お兄ちゃんの学校で、いいですね。いいですね、いいですね。地味に大変ですよね、これ丁寧に作ってるの ね。そう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 、いいっすよね。いいっすよね。これそう、同じそのセーブポイントでも、うん、そのいつ、はい、あのどういうタイミングでセーブするかによってちゃんと思ってることを書き込む内容が違うっていうね、はい、細部までこだわって作られてます、ね、あーまさしくですよね。こういうことです。こういうこと。神は細部に宿るんです。はい、お何見てるの。お兄ちゃん今日は帰りが遅いんだよね。はい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 、いつ帰ってくるって言ってたっけ。何言ってるの。何があったの？朝だって一緒にご飯食べたよね。一週間前から行方が分からなくなっている。一週間も？同日授業の後、校舎内に残り補習を受ける姿をクラスメイトが目撃しており、その後校舎から出た形跡がないまま消息を絶った。警察は過去にも未発表の似た事件があったとして。だってそう一緒にご飯食べたもん。そうね。え？せやね。そう。なんなんだろう。なんなんだろう。ちょっと今どんな気持ち？こまめに聞いていく。こまめに聞いていく。そうなんか変だよ。そうなんか変だよ本当に。お兄ちゃんどこ行っちゃったの？あれを行ったね。なんか変だよ。あ、朝の。え、なんか今見つけた。誰？おお。名前を知ってる。はいはい。お前ルカだ。セブン。誰？空白。え、怖い。何？両親のところまで逃げて。怖っ。シフトでダッシュ。行くぞ。せーの。はい。はい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 。早い。おい待てて、捕まっちゃったけど。あでも、うん、なんとか逃げられてるの。どうなの。警察、近くに交番あるの？なんか光ったな。動けない。お足が、あれこれもなんかふにゅふにゅ、なんかイルカとかみたいな、なんか尻尾っぽい。あら、かわいい。動けますね。はい、これムービー。あ、何が起きてるの。いや、ソウル。おー、イルカになっちゃった。お母さん、お父さん、イルカになっちゃったよ。可愛いんですけどね。可愛いけど、泣いてる。あ、ルカちゃん、やめて、来ないで。ゲームオーバー。嘘。で、逃げないとダメなんだ。ルカちゃんでも偉いから、ちゃんとセーブしてるから。こういうところがこのゲームのいいところです。いいところ、しっかりしてる。あ、いいところでちゃんとやり直せる。逃げるぞ。ちょっと待ってよ。シミュレーションこいつはさっき右から来たぞ、はい、で左からこうスッて抜けていく、はい、あーっ、だあー、ちょっとさっきから動き違うよ。いやこれユーザー的にはね、めっちゃ今の親切です、はい、あの一回見たやつをしっかり飛ばしてくれるっていう、はい、優しい。じゃあ右から行こうかな。シフトね、シフト移動で出しね、はい、OK、はい、行くぜ。あー、出た。ぶつかりに行ってますよ、もう。行くぜ。ほら、配慮されてる。優しいから、もうしみるわ、思いやりが。下で行くでしょ、まだ。え、そう。じゃあ、一回通常でね。さっき激突してましたからね。さっきのはちょっと、ね、違うんですよ。いきますよ。まだいける。はい、いける。
作者さんのご好意に甘えさせていただきますこれでどうなるか逃げ切るまでの間敵の移動速度が遅くて優しいさあやってみましょう。あ、遅いちょっと待ってくださいいけません。じゃあまず左に行くとチュ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 よし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 で両親のところまで行く。両親のところまで行く。お父さんうわお父さんお母さんどこってきっとそこなんだよなあ、えらいこれなら開かないはずねえ、これぬいぐるみだね。お母さん、お父さん、まさかぬいぐるみに。待って、俺の兄貴。わからない、本当にわからないよ、知らないよ。わかってくれたの？ルカ、おぶさん、こっちに来る。あれ邪魔する、あれあなたの仕業じゃない今のうちに逃げなきゃ。ちょっとでもそうね、申し訳ないけどちょっと怖いからちょっと逃げさせて。あ、セーブした方がいいセーブした方がいい。しましょう。ちょっとね、何が起きるか分かんないんでね、一個下にぬいぐるみが動いて。いや怖いSNS 更新してる場合じゃないの、分かってるんだけどちょっと怖くて。あ、何またただね、足が可愛いんですけどね。そう、可愛いんだけどどうして、どうして、あ、助けてあ、どうしよう。たどっちでもいいですよ。たあなたはどういう人間ですか。私は顔がいい男が好き助けるいいかどうかわかんないですよこれまだ。いや絶対この仮面の下の顔はいいと信じてる。おしわ治ったやった、早く逃げ、いや一緒に行こう、一緒に行こう。セブン。おお、なるほど。こういう時はなるほど、ね、こういう時はね、もう緊急事態なんでね、はい。外なんか変、はい。安全なところどこ？後ろ。またもしかして？後ろ。またもしかして？またなの？またなの？ちょっと！いいんですよ。今シフト押さなかったんですか？私ずっと、あ、そう、待って、スペースをしてたいける、シフトを覚えた私は。そこエンターですか、大丈夫ですか。じゃあここ、はい、ここ、はい、任せろ、逃げろ。おー、ちょ、おー、細かい。自販機こんななかったじゃんさ、おかしいでしょ、こんよし、これ、下手したら永遠にクリアできなかったですね。危ないですあ、まだある、はい、ちょ、あ、慣れてきたぞ、だんだん慣れてきた気がするぞ。あ、無事に公園まで来ました。公園まで来ました。あ、逃げ切れた。でもそうだよね、朝もなんか、うん、そう、あんなに長くなかったし、あんなに自販機なかったし、変だよ。俺と一緒にいるの怖くない？いやもう怖かったけど、でももうなんかちょっと味方っぽいから、そう、かばってくれたでしょ、はいはいはい、だから助けてくれたし、うん、悪い人じゃないかなって私も思う。うんうん、本当にそう。さっき言ってたのは、あ、そう、お兄ちゃん知らないし、誰お兄ちゃん。そうだよね、知らないよ。そう、誰、あなた誰、わからない。どうして私のこと知ってたの。いや本当に気になる、どうして、どんな人。お兄さんどんな人かわからないの。この
婚姻で気がついた時、自分の名前も兄貴の顔も何も思い出せなかった、うん、なのにルカのことは覚えてた。なんかちょっとそういうのちょっとやっぱね、ちょっとね、ちょっとあのやっぱね、女性ユーザーとしてはちょっとね、ちょっと早いですよ早い、ちょっとね、あのちょろいんでルカの家にいたわけか、ふー悪かった。しかもなんかちょっと素直だし、ほら腕も引っ張ってごめんって謝ってくれた。謝れる子はいい子ですよ ね、うん、素直じゃん。嫌だったらいいんだけど、顔見せてくれない。そう、顔はねちょっとね見たいな。あ耳割れてる。いいですよ、いいですよ。ドット絵がめちゃくちゃいいんですよね。ねえ、そう、ドット絵もこれすごい可愛いし、でも このね、あの 2D の方のイラストもすごいすごいいい。ささ、あ、猫の声。はいはい。あ、可愛い、また可愛い猫ちゃんじゃないの。ドット猫可愛いですね。ねえ、ちゃんと尻尾もフリフリしてて。あれ？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 ルカちゃん？お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、やっと帰ってきた。家庭科の補習があったんだよ。補習、ぬいぐるみ作ってたんだからな。ぬいぐるみ見せて。あ、これあの冒頭のシーンのやつかな、かな。置きます。え、見張っててくれたの、もしかして。見張っててくれたのね。昔持ってたぬいぐるみ、すごい顔がいい。はい、はあ、いいですね。朝ですね。いきなり倒れた。今のモーション見ました？ピョンってね、ピョンってね。そう、こういうとこなんです。こういうとこ、丁寧に作り込まれてるっていうのは。作り込まれる、この座り方もね、ちゃんと違うね座り方するし。で、さっきだって耳立ってたのに、うん、今ちょっとペターンってなってこう、ね、きっと心配してたからしなってなってるんだ、うん、かわいいなあ。いなくなっちゃってる猫ちゃん。いなくなってた。はあ、そっくりだったからつい。お兄ちゃん、お兄ちゃん、あ、なくしちゃったのね。うん、わかりやすい、素直。そうだね、なんて呼べば、うん、なんて呼べばいいの。別に呼ばない、そんなこと言わないでよ。何か考える。そうだね、白。あー、ここで白く、まあ色からのイメージですかね。ね、すごくわかりやすい。ちょっと目そらしながら言ってる、不満なんだな、はい、まあでもいっかつって。いや、守りたい、この笑顔かわいいな。本当にあの美女がね、いいですね、すごくね。いやー、このね、2D のその塗りの感じとかがまたいいですよね。そう、うん、あのいい感じにこう背景とマッチしてる、背景っていうかこのね、ドットの感じとかと、ま、ゲーム画面とマッチしてるなっていう、うんうん、すごくバランスがいい。もう本当にね、何が何だか分からなくてね。うん、絶対おかしいよね、お兄ちゃん2人いなくなるなんてね、うん、偶然じゃない。そう、絶対何か関係あるはず。一緒に探そう。うん、そう、1人よりきっと2人の方が、うん、一緒に探そう。どっちも探そう。あー、いい色。うん、ちょっと刃はこうね、キワっぽいの出てて、はいはいはい、いいですね、いいですね。あ、なに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 、公園がすごいことになってます。わらわら集まってきた。どこ行けばいいんだろう。自販機前ベンチです。ご利用の方はステップに気をつけてご乗車ください。バスが止まった。ご乗車になりますか。お、乗れるの。乗りませんけど了解、発車オーライ。動いて喋るので
変だよね、おもちゃの世界にでも来ちゃったのかな、うんうん、なるほど、確かに、はいね、元の世界にも帰らなきゃいけないし、うんうん、あー確かに、探してるうちにお兄ちゃんも見つかるかも、お兄ちゃんがここにもしかしたら迷い込んじゃったのかもしれないですしね。そうですね、うん、そうね、とりあえず行動すること、はい、うん、おもちゃに聞いたら帰り道教えてくれるかもしれないかもね。なるほどね、元気出そう、はい、おーわーいい、シロくんもねいいですよ、はい、探索パートではシロに話しかけることができます。雑談したりヒントを言ってくれることもあります。オルト向きたい方向を押すことで移動せずにシロの方を向くこともできます。あーなるほど、いいですね。危険なおもちゃもいるの、うわーセーブしとくか、セーブしときましょう、はい、いったね、ででん、よいしょ、誰か返信ください、もしかして見えてないの、おーい、あなんか誰かいる、なーに、ここフォトジェニックでピクニックにぴったりの場所でしょ、私が最初に見つけたのよ、ずっと場所取りしてるから喉が渇いたわ、紅茶が飲みたい、ほっほー、自販機そこにありますよ、丁寧なんか俺知ってるんだここに自販機あったって、おもちゃの声がいるの朝そんなこと言ってなかったじゃん、お釣り出ないの、いくら、あ120円ぴったり集めないといけない、まあ異世界なんでね、でも円ですけどね、あーそうですね、100円はコンサート聞きに行ったまま帰ってこなくて、学校に10円たちは、10円たちって言ってるからきっと2人以上いるんだ、10円が OK、 あここはもしかして足止めされてます、この先は危険なクマが出没したので閉鎖中であります。アヒル何か沈んでる、入れる、寒いの全然平気なんだ、お兄ちゃんも寒いのダメ、ジャボジャボ、結構浸かるな、結構行きましたね、あの子と池で、あここか、沈んだまま浮いてこなくなっちゃった、潜っても浮いてきちゃうから、あの子を助けて、助ける、私が助けるよ、ここでしょ、カスタネット、カスタネットくん、どう見てもカスタネットだね、カチカチなって、あ寒いからね、寒いからカチカチなっちゃうんだ、お UFO 大丈夫かな、アブダクション多発区域頭上中、もうなんか、ね、もうなんかもうフラグ立ってるなそれ、はい、まあでもせっかくなんでちょっとせっかくなんでちょっと、せっかくなんでね、あお、あ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 、ルカー、ピタコマ漫画みたいな、あー連れてかれちゃった、本当に真相わかんないのが終わりますからね、ねえ、いやでもたまんないなこれ、いいな、いやこれゲームオーバー画面見るだけでも楽しい、ねえ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 、ちょっとあそこの兵隊さんたちをさぐるぐるしてるとこすいませんあでもそんなに気にしてなさそうですね、そう公園から出たいんですけど、そう危険なクマが暴れている、うーん対応してくれてるのは嬉しいけど、そう何してるの、ぐるぐる回ってるだけ、本当に届けてくれるの、補敵隊がマーチを吹いて更新する、はい、補敵隊、マーチを聞けばクマもついてくるはず、はい、まあ演奏ができない、なぜならははーん、はい、迷子を探してるこの子どうだったの、え、ダメなのダメなんだ、寒いの、シロがどっちですか、こういうとこ面白いですよね、ねえ自分でこうね選べるっていうね、ここはでもやっぱシロに温めてもらおうかな、飛び込んじゃった、冷えって冷えって言ったかわいい、あぬくいぬくいかわいい、セクハラじゃん、選んだのはてんてんてん、大丈夫なんだ、あ優しい、ルカの腹が冷えるくらいなら俺がって、ねえ、いやこれはちょっといい声聞いちゃったな、ほかほかになっちゃったあらあら、やだよ、そんな子だったの、あんた人間じゃない、こんなところにいたら危ないよ、危ないってどういうこと、
ここはおもちゃの世界さ、はいはいはい、あんたこんなところに迷い込んでどうしたんだい、早く出ていかないと人間じゃなくなっちゃう。何度かね、結構やばいこと言ってますね。あ、そっかそっか、一瞬ぬいぐるみっぽくなったのもそういうことなんだ。白を狙ってた、もう一つ増やしてもいいですか。あ、そうね、二つやったもんね、はい、白がだけど。はいはい、あのクマを家まで送ってあげてください。名前は星野。星野さん家にちょっと、そっか、お父さんとお母さんなのか、うんうん、あのうろうろしてた子は、はいはい、なるほどね。星野夫妻お願いします。ありがとう。いや、優しい人たちもいるんだな、おもちゃ、うんうん、あ、あ、スタネットがついてる。スタネットが、いってらっしゃい、いってらっしゃい。ぴょんこぴょんこしてたスタネットくんね。え、お父さんとお母さん見届けて。そうね、心配だよね、シロくんもね。そうだよね、うん、あー、でもけなげ、うん、うん、そうね、いや、いい笑顔、いい笑顔、うん、猫ちゃん、うかわいい。ぬいぐるみのままですな。ねえ、鈴ついてる。あ、向こうだ、向こうだ、やっぱダメ。オッケー、紅茶ね、はい、120円の紅茶を、はい、一人がコンサート聞きに行ってて、コンサート、ああ、教えてくれる、うん、学校に肝試し、コンサートを聞きに行った、はい、こっちでしょうね、きっとね。私靴履いてない。あ、そっか、ほんとだ、学校に行く前に家に寄ろう、うんうん、ここでもセーブできると。一旦セーブして行きましょう、うん、私のつぶやき誰にも見えてないみたい、はい、なんかないかな。あ、野菜が踊ってる。あ、ママごとセットね、はいはいはい、君はリンゴ、ひなたぼっこ。かわいいな。で、ここが多分寝てるからここは行っちゃダメ、はい、あ、違う、こっちか、こっちでお昼寝中。いや、兵隊さんたち手厚いな。そうですね、懐かしい匂いがする。あ、お兄ちゃん、うんうん、来たことあるの。え、なんだろう。でも特にヒントみたいなのはないか。空っぽのゴミ箱、すすすすすす、自分の部屋、あ、うん、なに君、こんなのあったっけ。でかい本ですね。で、かいなぁ、まあ、こんだけ調べたら多分大丈夫でしょう。学校に行きますか。公園はね、さっき言ったもんね、イベント画面ぐらいしか出てないですからね。うんうん、あー、もう何が起こるか分かんないからね。一応ね、よしよしよし、せ、変な世界に来ちゃいました。おもちゃが勝手に動いてる。1-5、ガラガラガラ、この教室何かが隠れてる気配です。どっかにいるんだな。あ、10円コインがいました。あ、肝試ししてるんだ今。あともう一人見つけないと。そう、まあ、何も隠れてない。 OK、はいはい、OK、 OK。 あ、なんかあれはちょっとやばいんじゃない。覚えましたよ、覚えましたよ。私、チェス盤の上に亀現る、駒たちの反応は。チェス盤の上に亀、うん、お、オーケー。いや、シロくん、シロくんすごいあれだな、鼻が効くというか。ここか、ここか。いやー、見つけちゃったー。よしよしよし、これは何、この先積み木村、積み木村、木彫り人形、積み木村じゃが、お前さんたち大きすぎて通してやれんの、ごめんの。じゃあここは、お、チェス。そうね、なんかさっきチェス盤の上に亀現るって言ってましたもんね。
長老なら知ってるからタートルショックで遊んでくれたら会えるよ。レベル1とレベル2があるよ。おお、そう、まあ挑戦したいな、うんうん、タートルショックレベル1、金のタートル、そういうことね。オッケー、はいはい、オッケー、動体視力を競うと。よっそおっそ、動体視力だもんなあ、金どこですか。それはこれでしょ。はい、よくわかりました。カメ、ちょっとレベル1クリアおめでとう。商品はででででてん、じゃあミニカーでかいな。ミニカーくんでかいな。俺を見かけたらいつでも話しかけてくれ。まだこんなもんじゃないよ、レベル2を挑戦します。まあもうレベル1あんだけね、超余裕でしたからね、うんうん、レベル2、金のタートル見逃さないでね。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、オッケー、はい、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一瞬で見逃したんだけど。油断しましたね。ちょ、そんなことある。いや違う。ここが、リュウスケさん、いや僕も当然ですけど飛んでますよもう。いやでも4分の1だから 25% でしょ。いけるいける、ここだ、来い、あっせー。よし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 、さすがです、いけましたいけました、 25% を当てていく。いや君たちお茶目だね。長老爪木村に招待してくれるの。恋ならオルゴールのコンサートに行くと言ってた、はいはいはい、ははは、あ、なるほど、はいはい、爪木村でオルゴールの部品を取ってコンサートに行ってあげれば OK か、うん、長老に話しかけるかな、うん、あ、これはあれなのね、小さくなる呪文、うん、行きます、はい、むにゃむにゃ、あら、かわいい、ちっちゃくなっちゃった。こんにちは。わし、案内じいさん。長老のお客さんってのはあんたたちだね。コインを探してるんだって大変ね。わしらは物々交換だからコインは使わんのよね。こんにちは。いやー、そう、オルゴールのネジが…ネジ？いや、しな、村人の家を回って合言葉を集めないと物をあげられんのじゃ。積木村の決まりでの。おー、合言葉集めていくぞ。全部で5文字。え、君たちは持ってるの、なんか合言葉。二層構造、二層構造って、これもうまさかミニ四駆。うわー、ここからだと、あ、なるほどね、こんにちは、作る、壊す、楽しいの。いやでもそれはそう、クラッシュ&ビルド。棚に登るかえなら任せなさい、ちょっとね、下がってなさいね。あら、あら、あら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 、まあまあ、合言葉かい。三つ目がの、はい、ありがとう、このおじいちゃん、家だったの、おじいちゃん、ごめんね、ありがとうね。大きい、倒せるかな、お、やってくれるの。イケメン、うん、徐々にこう、徐々にこう、回路がね、ね、ちょっと心拍が、ごめんください、ごめんください。お、4つ目、イ、なんとかなんとかのイ、オッケー。さっきのね、あの壊しちゃった おじいちゃん、せっかく壊しちゃったのにまだ階段使ってないから、うん、後で言ってあげなくちゃ。遠かったでしょ、いや遠かった。1つ目がイ、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 ほ、の、の、イ、イ、ほ、の、い、オッケー。あと、イボのイと言いますね。おそうめん、どうやって行けばいいんだ、ここの辺か、あー、行けた行けた行けた。青いレールは下からだと届きそうにないな。コン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 、ごめんください。よいしょね、おりゃー、はるばるいらっしゃい。5つ目の合言葉はね、ち、い、
うの位置、うん、違う椅子って言ってたから、そうここから上に行けそう、ここからこうしてこうしてこう、あーちょ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 、ここ、こんにちはブス、こっちの方にだからきっと、はい、お、レント発生のピコンですね。なんだなんだ、あー落ちちゃった、階段も使えそう、よかったよかった、よいしょ、よしよしよし、こんにちは、ごめんください、そこの橋ね、人数制限1人、あ、そうなんだ、あ、やっぱり1の1だ、はい、ちょっともうちょっと早く聞きたかったな、おじいちゃんちょっとね、あの、もう遅かったねいい天気ですね、いい天気ですね、はい、行きましょう、よしよしよし、1の1、 OK、かわいい、喜んでる、正解だよ、これあげるよ、オルゴールのネジ、よし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 、いや、帰るのかい、ちょいとお待ち、にゃんにゃん、あ、ありがとう、戻してくれてそう、オルゴールどこにいるんだろう、コンサート響く場所ならどこでもコンサートホールに音が響きそうな場所、一旦セーブしてみましょうか、はい、でお腹も全然空かないっていうとこなんですけどお時間です、お時間か、くそ、お時間です、いやー、めちゃくちゃやりたいけど、まあ、もうね仕方ない、はい、ここから先はあの実際にゲームプレイしていただいた方のお楽しみということで、はい、どうでした、いや最高に面白いですね、あのいいですよね、本当に没入感すごいですね、このゲーム、ドット絵もそうだし、うんうん、2D の立ち絵もそうだし、はい、すごいあの綺麗に統一性が取れてる、うん、はい、その中でもしっかりその個性が出てるっていうので、ズバーンドバーンってあのハマれちゃう、そうですよね、うん、細かいとこまではすごく作られてる、まあ、よく言う話ですけど、いろんなアイテムにちゃんとその世界観を表すセリフがあったりとか、あとはその無駄な寄り道させないっていうね、そうなんですよね、プレイしててストレス感じるところ本当にない、うん、結構死んじゃったじゃないですか、はいはい、何回もやっぱり同じところで死んじゃったらストレスになるだろうからっていうところでしょうね、はいはい、エンディングカットできるようにしたりとか、はい、細かいんですけど、ああいうとこすごい大事ですよね、そう、うん、ユーザーからするとね、これなら全然まだ次見れるまで頑張っちゃおうみたいな気持ちになれますから、そうですね、世界観に没入させるための補助っていうのがしっかり効いてて、はい、技術とおもてなしがあるということで、そう、素晴らしかったですね、素晴らしいですね、やっぱなんかこういうゲームを作られてる方クリエイターに対するこう信頼度も増すと思うんですよね、うん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 、他の作品をやってみたくなりますもんね、いや本当にそうです、うん、なんか実はね、あのこれちょっと撮影する前にユースケさんとね、前作とかもちょっと見てて、うんうんうん、どれもすごく良かったので、この作品もその次の作品も楽しみなクリエイターさんですよね、うんうんうん、とっても楽しみですよ、はい、なんか新作も今作られてるんですよね、みたいな感じです ね、それはあのうちの平田がまたリサーチしてくるってことで、あ、楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします、平田さんというわけで、はい、はい、本日はトイボックスの夢の中でをプレイさせていただきました、こちらニコニコ自作ゲームフェス2023で講談社ゲームクリエイターズラボ賞を受賞した作品でございます、はい、現在ねフリーゲームの配信サイトフリームですとか、はいはいはい、あとクリエイターズマーケットの、ね、ブースから遊んでいただくことができますので、はいはい、皆さんもぜひぜひ遊んでいただけるととても嬉しいなと思います、はい、ぜひやってみてください、はい、今回特別回をお送りしましたけれども、はい、通常回ではユーザーの皆様の作品もご紹介しております、はい、ぜひね概要欄の応募フォームからご応募いただけましたらね、はい、あの皆さんの力作私たちに届きますので、ぜひぜひお待ちしております、はい、プレイさせてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、今回はここまでになります、りょうすけさんありがとうございました、ありがとうございました、はい、それではまた次回お会いしましょう、またね、またね。